男子400メートル自由型、視覚障害 S11、予選で富田宇宙、30に日体大大学院、が全体2位で同日午後の決勝に駒を進めた。前日に同50メートル平泳ぎで同メダルを獲得した鈴木隆之、34合江動員、も、同100メートル自由型、運動機能障害 S4、 予選を全体2位で突破した。19年世界選手権2位の富田は序盤から会長にペースを刻み、後続を寄せ付けずに組一着でフィニッシュ。調子は良い。予選は楽にと思ったけど、思った以上にスピードが出ていたので決勝も追い込んで良いタイムが出せると思いますと手応えを得たようだ。 24日の開会式ではパラカヌーのセタテモニから国内外の6選手とパラリンピック機のベアラーを務めた。海添えなしで挑んだ大役に実際は僕は旗を掴んで皆さんの進む方向を頼りに旗をガイドとして歩いていましたと明かし、毒物が見えなくて解除が必要なところを、早やっけ旗を通じて他のアスリートたちと協力することで、 解除なしで歩けるんだよってメッセージを込めて歩かせてもらったと振り返った。自国開催の憧れの舞台に立ち、日本中の応援を受けながら泳ぐ、そういう今までにない心強さを感じましたという。メダル獲得に期待がかかる決勝に向け後半もしっかり実力を成し切って、 エネルギーを使い果たして完全燃焼してメダルを獲得したいと思いますと力強く意気込んだ。